何それ何それお疲れ様です。お疲れ様です。やばい、ボールかぶってるんですけど、しかもボールとその件ミスマッチすぎる。はい、お疲れ様です。ただいまだな。はい、おかえりなさい。今日、うん、まあ、インスタとかちょこちょこね上げておるんで、インスタでも見た人多いと思うんですけど、はい、昨日まで3日間、はい、北海道、まあ、旅行という名の、まあ、いろいろちょっとあって、はい、いろんな、まあ、名古屋、愛知県からは4人、4人だな今回は。でも本当はもともと5人やってる。で、まあ、福島だ、静岡だ、富山だっていうところから、まあ、人が集まって、向こうでまあゴルフとか、うん、飲みとか、まあ、いろいろね、みんな建設関係の人たちが集まってちょっとゴルフ旅行に行ってきたんですけど、はい、これがまた大変大変だから大変だ。緊急事態発生です、はい、うん、それは何っていうと、はい、我らが大将、はい、坂本ちゃんが大人気、坂本さんが大人気マジわけわからん、本当にただ興奮した時にやるだけみたいな大人気落ち着いていただいてない。そういうなんかふざける動画じゃないんです。あ、そうかそうか、ほんとふざける動画じゃないな。大人気坂本ちゃんがコロナになってしまいました。まさかのね。まさかの。で、当日、朝迎えに行ったの、ほら。あ、迎えに行ったんだ。うん。で、多分書類とかもあったもんかもしれんけど、まあ、出てきてないけど、書類だけ持ってってくれと。あ、そうか、坂本さんがそういうやってくれる漢字みたいなのしない。漢字で書類とか全部持っとって、本当に手渡ししてないけど、で、まあ、その時に、まあ、熱が39度南部あると。その時にはまだコロナって分からなかった。分かってなかった、本人も。あ、熱が出だけだった。もう一回みたい。朝起きたらもうこんな状態で、うんうん、ちょっといけんわって。そう、やべえじゃん。まあ、そうで39度はいけんよね、さすがに。ただの熱だとしても。そうで、飛行機に乗る、まあ、空港まで1時間ぐらいかかるじゃん、ここから。うん、まあ、1時間かなんか、40分か50分ぐらいだけど。まあ、1時間弱。そうそう。で、空港で結構早めに行くから、まあ、うろうろしようじゃん、これ、うんうん。連絡来て、病院朝行っていたって言って。まさかの陽性反応。わお。陽性。興奮するものじゃないんですけど、だから何度も言ってるんですけど。間違えた。取り乱したわ。とりあえず落ち着いて落ち着いて。しっかり落ち着いて。陽性出ちゃいました。しかも当日ちょっと嫌ですね。うん？当日に出るって嫌だね。嫌だな。ね。うん、でまあまあ3日間。すごい熱だったんだけど、まあ、帰ってきて今今日初日だから、はい、ちょっと電話しようかなと思って。確かにね、うん、まあ、今どういう状況か、でまあ結構悩みないちょこちょこやっとるからさ、うん、ね、それ大丈夫なのかなっていうところと含めて話していこうかなと思いますよ。ボールが気になるんですけど。まあ撮ろうか、じゃあ今撮りましょうか。真面目な話だよね、真面目な。そうそう、これはね、なんかチケラみたいな感じだった、うん、だけどちょっと建設業のね人もまあまあ周りでちょこちょこ出てくると思うんだけど、もうこの時期だから、まあ、でいつ出てもおかしくないって言いますからね。うん、あ、お疲れ。お疲れ様です。まあ、いっか、画面は録画してるもん。あ、画面ちょっと録画中です、すいません。あ、了解です。お顔決めていただいて。もう録画しとる、完全復活はしとるけど。あ、もう復活しとる。もう、うん、風も治ったし、うん、熱も治ったしさ。うんうん、どうなの。そ、だって俺らだね、この間3日前だね。何曜日なんだあれ。水曜日じゃん。水曜日、水曜日だね。水曜日だね。で、39度ぐらいあるって言ったでしょ。40度。40度、やば。40ちょっとはいったね。うん、ワクチン打ってないの。ワクチン打ってない。あ、だてだわ。でワクチン上がる人もおるじゃん。確かにね。そっち派でしょ、ね、陰謀説唱えとる派でしょ。そうそうそう、ワクチン陰謀説唱えとる。だから坂本さん見えてないから急に天井映ってびっくりだから。ちょっと待って、本当急に天井見てびっくりだったから今。しっかりしてもらって。落ち着いて落ち着いて。優しい顔でこっち見てる。優しい顔でこっち。本当にコロナになってますかって聞きたくなるぐらい爽やかに。あ、そう、全然何で何日か、で結構偉い人だじゃん、向こうからもね電話したけど。うん、なんか発熱した勝ちな味が北海道行った日、うんうん、朝俺出る早く起きたんだ、3時ぐらい起きたんだ、うんうん、3
うん、で熱測ったら39度5分あった、うん、でうわやっべえがやと思って北海道行くのにこれ、うん、北海道行けるかなと思い出してきて、うんうんうん、でも体そんな偉くないんだもん。あそう、うん、ね、微熱があるかなぐらいって起きたんだわ俺。うん、あもともと起きた時は偉くなかったんだ。そうそう、そんなめちゃくちゃ偉くなくてちょっとなんかちょっと熱っぽいでなんかちょっと風邪っぽいんかなと思ってさ、うん、で起きてで熱下がったら39度5分あったのでなんとか熱下がらんかなって北海道行きたいからね。行きたいよね。俺がプレゼンして、うん、北海道だよ。そうだよね。いやあれはちょっとショックだよね。めちゃショックだよね。何時間ぐらい熱出た？いやもうね、次の日にはもう微熱になってた。37度。あそう。3、4。何それ病院行くじゃん朝自分で。あ行った行った行った。でそうするとまあコロナって、まあ、診断されるわけでしょ。そうそう、病院も発熱ある方はもうインターホンをしてくださいみたいな感じで。うんうん。あそういうこと。で、まあ、車の中で受診されるんだもん。あ、そういうこと。うん、で、鼻にガーってやられてさ。うんうんうん。で、ちょっと待っといてねって言って。うん。で、もうすぐ、そこからすぐ、もう5分、ものの5分ぐらいで、あ、もう出たでって言って。あ、マジ？もう陽性ですって言って。あ、でも10日間隔離ですって。うん。10日間？7日間？10日間。うん。10日間隔離。10日なんだ。うん。うん、10日間隔離。で、うん、一応その病院終わってから保健所から連絡来るもんで、うんうん、保健所からの指示で従ってくださいって言われて、うんうん、で今保健所から連絡来てなんかその血中濃度、うんうん、なんか変な機材を送ってもらっ、うん、毎日、うんうん、酸素が入ってるかどうかを確かめろって言われて、うんうん、あそういう機械で毎日血中濃度を測るみたいな。そうそうそう、ちょっと待ってよ。うん。こんなさ。うん。ああ、それ何？うん。スイッチ入れた。うん。スイッチ入れたとこに液晶が出るの。うんうんうん。指を突っ込んで、なんかこうやって測るだけ。あ、毎日それをやるの。そう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 。で、これが94を切ると、うん、酸素が入ってないってことになるから。うん。そうなったらもうすぐ病院行ってくれって言われて。やっぱコロナだと何酸素が供給できないみたいなのがあるんだ。そうそう、要は肺炎じゃんね、コロナでも。今俺、これ見えるかな。うん、98だね。うん。出とると思うんだけど。うん。こうなると大丈夫なんだ。あ、もう全然問題ないんだ。問題ない。98だと思う。全然楽そうだもんね。うん。全然楽だよ、今。何どこも出かけてないの、ほんで。今だって、熱も36度3分とか、もう平熱だし。うん。なんともないよ。で、何、その、例えば危険な時期っていうのはいつぐらいだったの？その、まあ、その水曜日に発熱したわけでしょう。だけど、あなたはいつぐらいじゃないかな、いつぐらいからもう濃厚接触者ですよ、みたいに言われるんでしょう。ごめんなさい。それ、うん？言われんかった。あ、それは特に言われんのだ。うん。まあでも、だいたい3、4日ぐらい。前が、やばいって。うん。3、4日。前ぐらいが一番ちょっとの間会ってなかったもんね。1週間ぐらい会ってなかったもんね、俺も。そうだね、かっちゃんとずっと会ってなかったよね。会ってなかったね。うん、まあ、ちょっとまあ、他人事じゃないというか、うんうん、みんなに言ってほしかった。そうだよね。まあこれ本当視聴者の皆さんも、まあ、まあ、だったらしょうがねえって言ったらかんけど、まあ今はもうね、コロナ結構おるから、ちょっと北海道のお土産食べながら申し訳ないですけど、危機感が感じられん、本当にあなたから。あ、もうしょうがないもんやなっちまったもん。誰しもがなるって、誰がなってもおかしくないって言うからね。楽しめましたか、北海道は。うん、楽しかったよ。あー、行きたかったな、ほんと行きたかった。ゴルフ場はほんと綺麗だった。あ、まあ、でもコロナはね、俺ほんとにこう症状軽い、まあ軽症状、うんうん、軽度だったもんでよかったんだけど。うん、だってワクチン打ってないんだもんね。ワクチン打ってない。なんかワクチン打ってるとそんな大したことないって言うじゃん。ね、風邪も。そう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 、そうやって聞くんだけど、うん、ひどいかなと思ったの。うん。熱も 40.2 度まで上がってさ、最高で。やばっ。うん。死ぬよ。やだ。俺、
熱とか上がりだすと40度ぐらいまですぐ行くんだわ。あ、マジ？筋肉がありすぎなんじゃん。筋肉がある発汗いいぞみたいな。それで、うん、40.2 度まで上がって、そういう時って大体3日4日もうずっとそれぐらいの熱は続く。うんうん。なんだけど1日でも本当に終わった。でも熱が高いってことはそんだけ菌をやっつける力が強いってことだよね、やっぱり。多分、うん、体の中でそのあれなんだろうね。うん。まあ強いね。強いんだろうね。うん、強いもんで熱を上げて、まあ倒しにくいんだろうね、ね、菌とかもね。そういう風だと思うんだけどさ。でもな、もう当分、ま、もうこんで今3日、まるまる3日、あと7日間、どこも行けん。どこも行けないっす。俺も、7日間、あの7日間 YouTube であの坂本ちゃんが貼ってみたって言って7日間貼ってみるね。本当に家出てないのかね。みんな10日間隔離されたらやっぱ出てないのかな。出ないでしょ、だってもう、うん、移しちゃうもんね、知らん人にも。いや、それが一番やっぱね、うん、人としてっていうか人として、うん、うん、まあ多分今菌がないと思うんだけど、うん、もう完全熱もないし、うん、だけどやっぱで10日間で言われとる限りやっぱ10日間は全方がいいかなっていう、うん、でもなんか今なんか本当に1週間前だとかなんとかいいよね、菌が完全にあれだとか。そうじゃないの、10日間って言われたんだけど、うん、1週間ぐらいで多分大、うん、よっぽど大丈夫だと思う。まあ10日間って言われとるでさ、ほんと中予備で3日間、うん、なんでまあちょっとその間ちょっとしばらくゆっくりしようかなとは思う。ああ、まあゆっくりできるでちょうどいいわね。うん、まあ電話でも仕事できるしね。うん、まあね、家をっても今なんかまあ家でも何でもできるんでね。そう、事務所に来る必要もないって言わないもんね。まあ最悪ね、うん、電話で仕事はできる。うん、まあ、しょうがないって言えばしょうがないけど、うん、ちょっと人に迷惑かけちゃうけどさ。うん、まあ体調に、じゃあ体調に対してはもう全然問題ないんだ。体調はもう何にも問題ない。ああ、了解です。よかったです。なんかいろいろすいません。いい、全然心配かかってないんであれですけど、まあ、またじゃあちょっと YouTube に取りがてら連絡くれますので。すいません。でもあのリモート10日あと7日間はリモートだけどね。ああ、リモートで参加で、リモートで参加で、リモートでブチ切れてみたっていう動画撮ってみる。リモートでブチ切れましたっていう。まあでも本当皆さんあのコロナに気をつけてください。ああ、そうだね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。うん、体だけ癒してください。じゃあすいません、休んでるところすいません。またじゃあ暇ですらどうせ暇でしょう。うん、最後に携帯いじってるやしかやることないよね。ないうん、最後に最後一緒にまた見てね、やってもらおう。ああ、じゃあ最後また一緒にカメラの方向かってやってもらおうか。はい、見える坂本ちゃん。見える見える。じゃあカメラに向かって最後、いっせーので、また見てねありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。わざわざすいません。はい、よろしく。元気そうか。めちゃくちゃ元気だな。全然なんかコロナにかかってますかってくらい元気そうでした、本当に。体が近いんだよ、近くね。すごいわ。すごいですね。初めてじゃないかな、俺の周りでコロナの方出ましたよとかもさ。それはないですね。あ、健太郎さんも。ああ、そうかそうか。まあ、ちょこちょこは。地味にね。出ておるか。奇跡的に会ってないとかも多い。ああ、そうだよな。今回もそうだし。まあそうだよな、うん、案外一番俺になりそうな人間がならんよな。なって落ち着いた方がいいと思う。だから何それ本当に。落ち着いた方がいいんじゃない。そういうところ見てると一回コロナになって落ち着いた方がいいんじゃないかな。そうかそうか、そうそうそう、確かに。よし、まあ今日どうか終わるか。じゃあちょっと、はい、最後ね、塗り替え道場侍が一つお話があります。足場の買い取り、はい、工具買い取り電動工具 の買い取り行われております。はい、まあ本当に営業なのでね、もう本当にインスタとかピュッピュッてやって、もうこれいくらみたいな感じで今やってるんで、うん、まあ平均相場よりはちょこっと上げて、ね、1割とか上げて取れるようにまあなってるかな。で、まあちょっとね、本当にしっかり集まってきたら、ちょっと本当にサイト作ってアプリみたいなので一覧みたいなの出せるようにして、でまた買える、それはもちろん上乗せして、うん、あの売ると思うけど、そういうこともできるなと思ってますので、ぜひ、はい、こちらもよろしくお願いします。お願いします。本当に落ち着いてほしい。
全然当たってもないし、かすってもない。新聞切れたらこれで面白かったかな。うん。じゃあ。はい。まだ見てー。